私は小学校の教員でしたが、子供には嘘ばっかり教えておりました。皆様おはようございます。私は重松優子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私がどうしてこの参政党という政党で国政改革委員という立場になろうと思ったのか、それについてちょっとお話をさせていただきたいと思います。それはただひたすらにこの日本を自分が死ぬ時に今より良くしたい、その一心でございます。ありがとうございます。私は現在64歳です。今更子供を産みません。今更私の将来がとか思いません。何をやりたいのか、ただ死ぬまでに今よりこの国を良くしていきたい。私たちの先人はずっとそうやって私たちに大事な宝をバトンタッチしてくださったにもかかわらず、私たち年代は高度成長期に生まれました。私は高度成長期のイケイケドンドンで生まれてるんです。だから戦争も知らず、そして先人がどういう思いで日本を守ってきてくださったのか全く知らず、私は小学校の教員でしたが、子供には嘘ばっかり教えておりました。どういう嘘を教えよったか、この間の70年前の第二次世界大戦、日本が全部悪かって言おりました。原爆が落とされたのも日本が悪かって教えました。今も教育現場では教えております。愛国心なんて一言でも言おうものなら豚小屋に連れ込まれて反省しろと机叩いて怒鳴られるような、そういう職場におりました。小学校の職員室の話でございます。40年ぐらい前ですけれどもね。だからそして職がおかしいと気づいていろいろ調べたんです。30歳の時に私は不妊治療をしまして、3回流産したんですね。33の時にそれで初めて食べ物が大事よと言われたんです。でその時の私は何も考えませんでした。日本の官僚は優秀である、だからきっと誰かが良くしてくれる、そう信じて私は疑っておりませんでした。それから30年経ってみたら、当時30年前にですね、医療費23兆円って言われてたんです。国家財産食い潰すぞと言われておりました。にもかかわらず30年経ってどうなったか、医療費46兆円ですよ。倍増、おかしくないですか。医療技術が進んでるんです。進んでいると言われています。そしたら病人が減ってみんなが幸せにならなきゃいけないのに、どうしてがんの患者が2人に1人になるんでしょうか。おかしくないですか。その原因の一つが食べ物にあるということに気づき、私はあっちこっちいろんなことをいろんな活動をしたんです。なぜならこのままではいけないと思ったからです。今日本の国は少子化の一途をたどっています。戦時中270万人生まれていた新生児数、年間新生児数直近もう70万人にまで行こうとしてます。つまりたかだか70年で子子孫孫の4分の3が消されたんですよ。ね、私は U ターンを3回しました。だから少子化に貢献したことになります。作戦に乗ってしまいました。若い頃の私はたらふく食べ
好きなものを好きなだけ食べればいい、そういう思いでおりました。それを正すために皆様にお伝えしたい、そういう思いで、その原料が原因が日本が占領下にある、その事実をお伝えしたい、そういう思いでやっております。どうぞよろしくお願いいたします。